さあ、もののけ兄さんアクアリウムチャンネルアフリカ編ということでやってますけど、東アフリカのとある国に在住する私もののけ兄さんがいろんなところに行って魚を捕まえたり、そういったものを水槽で飼育したり、なんとなく珍しいものを報告したり、そんなことをやっているチャンネルなんであります。今回のアフリカ編なんですけど、すでに8ヶ月も経ってしまいましたね。ただし東南アジア編の時に比べて少し盛り上がりに欠けている、そんな状況がありますので、今後もさらに面白いネタを用意しないといけないと思ってるわけなんであります。まあとりあえず状況的なことを言えば、水槽が少ないっていうことがあるんですけど、東南アジアの時にはネット通販が非常に便利でしたからね。特に熱帯魚関係のものを買うのはすごく楽でしたね。熱帯魚そのものを買うのもかなりの種類がありましたからね。飛びハゼまで買えちゃうというね、そんな感じの状況だったんで、現在とは全く違った状況だったわけなんであります。まあそんな事情もあってですね、魚を捕まえる方に走ってしまう結果として、そんな感じの動画が増えてしまっているわけなんですけど、本当はアクアリウムがメインのチャンネルですってことで、今年中に水槽をあと3つ増やしたいと思ってるわけなんですけど、水槽を増やせばそれでいいってもんではないですからね。毎回楽しい動画にしていきたいと思ってるわけなんであります。というわけで久しぶりに買い物に来たわけなんですけど、すでにクリスマス一色ですね。今10月半ばなんですけど、早すぎはしないでしょうか。ジャパンの様子はどうなんでしょうかね。とにかくこのいろんなクリスマス用品が高いんですよね。クリスマスツリーなんてどっかから似たような木を持ってきた方が安上がりでしょうね。というわけで釣り道具を売っている店もあるわけなんですけど、タモ網がありますけどちょっと違いますよね。これじゃないわけなんであります。そしてウェーダーもありますけど、ちょっと大きすぎますねこれ。まあそんなわけでいろいろあるわけなんですけど、帰り道で非常にプリミティブな家具を売っているお店があったってことで、何ですかねこれ、棚というか台というか3つぐらい買ってみたわけなんですけど、そのうちの1つは先日用意したカニの入ったボールを乗せるためにベランダに置くことにしました。実はこのカニボール、カニだけが入っているわけではないわけなんであります。先日近所の川に行ったんですけど、その時にマイクロガサガサをしてみたわけなんであります。ちょっとそのシーンをご覧ください。まあいつも通りですね、網でガサガサして何かを捕まえるわけなんですけど、小さい網を使って小さいものを捕まえる、そんなわけでマイクロガサガサ。川岸の水たまりなんですけど、割といろんなものがいるんですね。まあいるのはグッピーとアメリカザリガニの子供ですね。というわけで全然珍しくないわけなんですけど、ボウフラ対策ということでこのカニボールに入れてみたわけなんであります。少し水が汚いですけど、流木からまだタンニンが出てるようですね。日本のホームセンターで買った流木なんであります。というわけでまたそんなことをやってるのかっていう、これまたかなり需要の少なそうなネタだったわけなんですけど、次のコーナーではかなり大きいものが登場しますからね。大きいものもそうですけど、そこにそんなものがいるって聞いてないよって、そんな感じの生物との出会いもありましたからね。今回我々が目指したのはナイバシャというところ、レイクナイバシャという湖があるところなんであります。木陰に茶色い生物がいますね。一体何なんでしょうか。この変な動物はハイラックス、ネズミが大きくなってのんきになってしまったやつ、そんな感じのする動物ですけど、全然違う種類ということなんであります。イワダヌキ目という独立した種類の動物ということなんであります。よく見るとやっぱりネズミじゃないですね。誰かに似てるような気がするわけなんであります。こんな感じの岩山に住んでるってことなんですけど、すごいですね。住みたくないわけなんですけど、なんとなくとっても不思議なところですね。我々が訪れているのはヘルスゲート国立公園。その名の通り地獄の入り口国立公園、まあそういう名前なんですけど、温泉が湧き出ているところがあって、地熱発電の設備もあったりするところなんですね。
ちなみにこちらの国は電力の9割が再生可能エネルギーということなんですけど、そのうち地熱発電の割合は 40% を超えているということなんですけど、このヘルズゲートでも1981年から地熱発電が行われているということなんであります。ここは大型の肉食動物がいないので歩いてうろうろできるんですね。まあさすがにガイドの彼についていくわけなんですけど、見た目かなり際どいところも行くわけなんであります。カエルに反応するもののけ親子、まあそういうものに反応するのがこのチャンネルですからね。まあ今後もそんな感じで行くわけなんですけど、カニとかエビだったらよかったですね。温泉の水が入ってしまっているので、この辺には生物はどうやらいなさそうですね。というわけでヘルズゲート国立公園を後にして、苗場車庫の湖畔にある宿泊場所に向かうわけなんであります。さあ着きましたけど、新しいところではないんですが、普通のホテルとは全く違うレイク苗場車シンバロッジ、というわけで我々のお部屋に向かっているわけなんであります。なんか楽しそうなところですね。楽しそうだと思ったらやっぱり池がありましたね。この池はかなり楽しそうですね。やはりボウフラ対策ですかね。グッピーがたくさんいるわけなんであります。さてマミーを先頭にお部屋に向かおうとしています。シマウマにビビるマミー、まあそれはそうですねってことで、こういうシチュエーションはあまりないわけなんであります。とにかくこちらが何もしなければ襲ってきませんからね。とっても可愛いシマウマさんなんであります。まあ、そんな感じで部屋の中に入りましたってことで、そのまままっすぐ行ってベランダに出るわけなんですけど、何なんですかねここは。まあ相当平和な感じがするわけなんであります。シマウマでない動物はウォーターバック、もののけ姫に登場するヤックルがたくさんいる、そんな状況なんですけど、それでも動物たちと少し距離がありますね。後ほど少し距離を縮めたいと思うわけなんであります。まあそんなわけでもうお昼も過ぎてますからね、お食事会場へと向かうわけなんであります。ここにいる動物たちはいわゆるペットじゃないですからね。勝手に敷地内に入ってきて草を食べて帰っていく、そういう連中だということなんであります。まあこんなに人がいても大丈夫だってことで、野良以上野生以下って感じですかね。さあお食事ってことなんですけど、今回はビュッフェですからね、面白くはないわけなんであります。そして説明もしづらいというわけでさらっと流すわけなんですけど、マミーが鳥に反応してますね。というわけで、あの鳥の名前は何だって聞いて知らないって言われて残念がってますけど、普通知らないでしょって感じですよね。というわけで私は皆さんに近づきたい、あんなところに青いベンチがあるので私は座ってみたい。ベンチに到達したら皆さんは遠ざかっていた。まあ当然というかおとぎの国ではないってことで、動物たちがようこそって思うわけがないわけなんであります。さあいよいよですね、この苗場車庫の湖畔に行くってことで、警備員の方の後についていくわけなんですけど、この方と一緒でなければ湖畔に行くことはできないということになっています。ズバリ危ないということなんであります。電気柵のゲートを越えるとそこに苗場車庫があります。まあ本当に誰もいないところは大好きなんですけどね。まあ誰もいないのもそのはずってことで、カバがいますね。距離を取りつつお魚調査。Usually I try this one in Nairobi. But Nairobi still have lots of native species. Okay. Like a secret. See?It will sink down. Yeah, supposed to be. Sweet. I'm just tying this one to the acacia. Is this acacia? Yeah, it's acacia. Yeah. You just leave it for 20 minutes. Because maybe there's a big fish. I show you the same one. Oh, this only one. This size. Oh. So another one.
まあそんな感じで警備員の彼を仲間にしてしまうわけなんですけど、ホテイアオイがすごいんです。当然外来種なんでここにあってはならないんですけど、その数がちょっとすごくて問題なわけなんであります。これが水面を覆ってしまうと水中の酸素不足を起こしたりするわけなんですね。というわけで生物によっては生息環境が悪化してしまう原因になるんですね。地元の方が釣りをしています。何が釣れているんでしょうか。おお、そうめんにあいオールティラピアですね。ああ、This is common. Yeah, this is what I want. Ah, this is similar to koi. Koi from Japan. I know this kind of fish. This is, you say common. It's common. This is, we call it here common. Kiswahili? I don't know in Kiswahili.というわけで日が暮れていくわけなんですけど、まだやることはあるわけなんであります。実はカバを見に行こうと思ったんですけど、途中でここにいるって聞いていない動物に遭遇したわけなんであります。飛びましたね。見つけた時はリスかと思ったんですけど、あんなに跳ねないわけなんであります。しかも地面をカエルみたいに跳ねる。一体なんだそれはってことなんですけど、光が当たると目がすごい光るんですね。ちょっと初めて見る人には恐怖かもしれませんけど、近づいて撮影することに成功したってことで正体が明らかになったわけなんであります。この変な動物はブッシュベビー、訳すとヤブの赤ちゃん。もうその名前自体が怖いですけどね。実はとっても可愛い動物なんであります。まあ本当にいるって聞いていればびっくりしないわけなんですけど、何なのかと思いましたからね。というわけで警備員の方にカバを見に連れてってもらうわけなんであります。遠いです。まあいたんですけどちょっと遠いですね。まああんまり近くても困るわけなんですけど、絵的にはもうちょっと近い方が良かったですかね。まあとりあえずカバ見れましたってことでカバ終了。 What are they doing? お部屋に戻るわけなんですけど、動物たちと鉢合わせしないようにしなければいけないわけなんであります。鉢合わせとまではいきませんが、これまた変な動物に遭遇。何ですかねこれ。イタチみたいな動物ですね。まあ本当に聞いてないっていうのはいいですね。エキサイティングなわけなんであります。さあ翌朝になりましたってことで、ちょっと本気を出して苗場車庫を調査したいと思います。この警備員のお兄さんは昨日と同じ人ですけど、もう完全にノリノリチームになっているわけなんであります。 OK。 風のない穏やかな朝の苗場車庫、とってもいい雰囲気なんですけどやっぱりいますね。かなりの数のカバさんがいるわけなんであります。まずは昨日仕掛けておいたペットボトルの罠を上げてみます。Finally, we got something, eh? 何かが取れましたってことで、バケツに水を汲んでケースに入れて観察するわけなんであります。というわけでこのお魚はケンさんに聞いたところ、エンテロミウスの仲間ということなんであります。ナイス。まあそんなわけでもうこうなったらですね、カゴ網を投入するしかないってことで本気モードに入っていくわけなんであります。警備員の彼も本気でやってますね。まあ本当にとってもいいことなんであります。ナイス。 The best positionカバー浮いてますけど、そんなの関係ないってことで警備員の方が頑張ってくれています。Yeah, the best. なんかカバーが言ってますね。何なんでしょうか。カゴ網を3つセットしたってことで一旦戻ります。Yeah, yeah. So what time? Now 6:30? 7? 7? Yeah. Okay. In front of the gate? Yeah. Okay, okay.
さあ30分経ちましたってことで現場に戻るわけなんであります。 They want to go out. They can? Yeah, because you know they usually go to the electric drink water. Then coming back here. And they will come back. They know that, this is the safest place. Yeah, the safe place. そんなわけで朝からシマウマおはようって感じですね。シマウマにご挨拶をしながら現場に戻るわけなんであります。ヒッポイズステルでセインポジション。They like their favorite position. Yes? 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 Bring back to there. I need to prepare water. やっぱり顔編みバッチリ取れましたね。なんかいっぱい取れましたね。なんか色付きのやつもいたぞ。And then, same kind?Okay, that's all, right? Another one here. The plastic case, eh? Let's identify. さあ、今回はいっぱい入りましたけど、どうやらほとんどが先ほどと同じ種類のようですね。Looks like only one tilapia here. Yeah. But otherwise, other one... The same like the other one. Yeah, same, eh? This one is a tilapia. This one. Mm-hmm.I see something different. Smaller. What is this? It's there. It's hiding from this one. The one on the bottom there. Different species. これはケンさんに聞いたところ、ビクトリアンマウスブルーターの稚魚。当チャンネルとしてはすでに紹介してますからね。特に珍しいものではないわけなんであります。よく見たらカバの数が増えてませんか。これまあ何してるわけではなく集まってるだけですね。というわけで問題はないという判断です。 Something lots of things inside、ね、Let us check the weather if the other species there、yeah. I think almost all the same. Same、ね、the same. We don't have other species. Let's release it. Happy result. 全部同じ種類ですねってことで即リリースします。カバの前で彼が網を上げる映像、なかなか撮れるもんではないと思っていますけど、どうですか。あ、different color. Yeah. Uh-huh. This is the mouse brooder. That one. Yeah. So we take it down there. Yes, yes. Let's go. Okay. So this is Victorian mouse brooder.というわけで、ビクトリアンマウスブルーダーの制御のオスですね。Let's check other fish. It's all the same. Need to release this. Before they die, let's release it. Okay. 魚をリリースする作業も彼が率先してやってくれるわけなんであります。というわけでご覧の通りの結果だったわけなんですけど、まだ続きがあるんですけど、ちょっと動画が長くなりすぎてしまったので今回はこの辺にしたいと思うわけなんであります。まあ今回もよくわからない動画になってしまいましたけど、まあ、今週末なんですけど雨が降らなかったらまたケンさんと新しいところに行きますからね。ご当地水槽のメンバーが増えること間違いないと思っています。まあ本当に雨だけは降らないでほしいですねってことで今回はこの辺でお別れしたいと思います。